今回から櫓囲いの基礎についいいてて、えー、解説していきたいと思います、えー、囲いといとうのはですね、えー、数ある将棋の囲いの中の一つでして、まあ、あのかなりよく刺される、えー、囲いですね、はいえーと。将棋はですね王様を取られたら、えー、負けのゲームですのでその王様を取られないように、えー、囲いというものを作ってですね、まあ、しっかりこう守ってあげることが必要なんですよね。 はいえー、その中の一つが櫓、えーまあ、囲いのなんですけれども、えー、基本的に囲いはですね、えー、金銀3枚で作るのが、えー、良いというふうにされています、えー、金が2枚に銀が1枚ですね、はい、というので、まあ、基本的にはその囲いというものを作っていきます、はいえー、でですね櫓囲いというのは今画面に見えてますように、えー、この囲いですね この形の囲いを、えー、矢倉囲いというふうに呼びます。この矢倉囲いの特徴としてはですね、えー、ここですね、はい、ここの,この金銀3枚のこの形状ですね、はい。 にえー、特徴があります基本的にあの囲いというのはですね、えーまあ、この桂馬であったり香車っていうのもくっついていてもちろん歩もくっついていたりするんですけれどもあの金銀3枚をいかに配置するかということによって、えー、基本的には、えー、囲いの、まあ、名前が決まってきます。はい、で、えー、このように、えー、配置した囲いのことを、えー、矢倉囲いといとう,うに呼びます、ねえー、先ほど言いましたように金が2枚ありまして、えー、銀が1枚と。 これで櫓囲いというふうに呼びます。ではですね、櫓囲いがどのような囲いかと言いますと、えー、まあ、どういうような特徴を持っているかということですね。と言いますと、えー、まずですね、ここの金銀ですね。はい、この金銀2つが、この、えー、王様の,この、まあ、前方ですね、この辺りですね。はい、この辺りをこう守ってると。まあ、銀がここ聞いてますし、まあ、金も。 まあここですね、はいと、ここにこう効いてるとこういう感じですねはいという感じで、まあえー、王様の上の方ですねの、えー、エリアをこう守っているというところにまず一つ特徴がありますでですね、えー、とこの金銀の形がですね、えー、少しこうあの偏ってるかのように見えるかもしれないんですけどもこれはこれでバランスが取れていまして、えー、例えばですね、まあ、同じ上からの攻めですね上からの攻めで、えー ここですねこここからこの、えー、相手が攻めてきたとしますねで、えー、まあこここの地点には、えー、金銀が、えー、守っていない場所ですのですごくこう弱く見えるかもしれないんですけれども、えー、ここにはですねこの強者がここに聞いてますねでこの桂馬がここに聞いてますねはいで、えー、王様もこうですね王様もここの。 聞いてますので、3つのコマでこの地点を守ってるということで、まそんなにあの弱い場所ではありません。ただ、と金銀の方が桂馬や強者より守りとして強い駒ですので、それがいないということで相手がこの端ですね、端から攻めてくることもよくあります。はい。でですね、次にですね。 ここからら攻めはいえー、っとというのも、えー、大体こう8筋ですねはいここの、えー、ここの筋にこう飛車がいることがかなり多いですので、はい、相手の相手は飛車を使ってこの、えー、玉頭と言いますね王様の頭ですね王様の頭をこの辺りをこう攻めてくるっていうのもまあ,あの矢倉囲いでよく見られます。はい、でこの時にですねえー、っと えー、矢倉囲いはどういう特徴があるかと言いますと歩、まあ、は歩がここにあるんですけれどもここの地点ですねこの地点を相手が攻めてきた時にこの銀がここを守ってるのと歩がこの歩ですねがここを守ってるというのでこの銀と歩で、えー、この王様の、えー、玉頭ですねを守るといった感じになっています。はい、ではあの上からの攻めに対してはこのような。 感じのですね守りの特徴がありますが。ではあの横からの攻めですね。に対してはどうなっているのかと言いますと。はい、えー。こちらからの攻めですね。こちらから攻められた時にどうすればいいかということですね。例えばですね。これ終盤ですと、相手の死者がこう自陣に侵入してきましてえー。 まあ矢が囲いを崩そうとしてくるというのもまあよく見られるんですけれどもその時にですねえまあ仮にこう飛車銀を持っていたとしますねその時にここの金ですねこの金がいなければ飛車で王様を取られてしまいますよねということで相手はここの金を攻めてくるということが多くありますえ例えば今持ち駒にえ銀を持っていたとしますと相手がですねはい持っていたとしますとこのように。 銀を打ってきてき、えー、この金です、ね、を攻めてきたりしますを引いたりすると王様を取られてしまいますので、えーまあ、金を寄ったりして、まあ、頑張ってあるいはこう金を引いてですねこう取らせてこうですね、はい、で取ってっていうのは展開はよく見られます。はい、ということで、えー、と横からの攻めっていうのはこのようにこの7八の金がですね、まあえー、と一番大事な駒に。 なっていまして、えーとまあそれを7八の金を、えー、この金ですね、はい、この金を相手が、えー、狙ってくるというのがよくありますね。ということで櫓がっこいはですね、まあ、上から攻められることもあればこちら側ですねこうですね、はい、上から攻められるようなこともあればこう横からこう終盤になると横から攻められるようなこともあったりして、まあ、その場その場でこう臨機応変に対応していくような。 戦い方が求められますではですね、えー、と一番初めのこの処刑からですねどのようにして矢倉囲いを組めば良いのかということを話ししていきたいと思いますあの先ほどの形を見てもどのようにしてそういった格好を作ればいいかというのはわからなかったりすると思いますので はいえー、と一番初めの形から、えー、進めていきます。まず、まあ、角道の符をついて、えーまあ、銀を上がったりします。でご、えーまあ、筋の符をついて、金をこちらですね、上がります。で、えー、王様を寄って、えー、金を上がります。この囲いをですね、カ、え、ニ、ー、囲いというふうに呼びます。カ、は、ニ、いえーまあのような形ということなのかもしれないですけども、はいえー、とこのカニ囲いの特徴としては。 ここですね。はい。まあこういう平ぺったい形ですね。はい。核、えー、金銀金がこう一直線に並んで、えー、るまあ,あの囲いですね。はい。でえっ、ー、とこの囲いからヤグラが囲いに基本的にはえっ、ー、とまあ、進化していくという風うに、えー、考えていただいて構いません。はい。ここからですね。はい。銀を上がります。で F をついて。 金曜上がります。今、あのこのようにはえー、えー、櫓囲いの作り方というのを、まあ、示してますけれども、ええー、とですね。絶対にこのように組まないといけないということはありません。あの、例えば、金銀の動かす、えー、順番を変えても、櫓囲いに組むことはできます。例えば、先に歩をついて、えー、まあ、金をこちら先に上がって、銀を上がる。で、ええ、櫓囲いに組みに行くというのも、えー、よく見られます。 はい、あの絶対に、えー、この順番ではないといけないということはないです。でですね、えー、と今先ほど言いましたようにこの櫓囲いのこの金銀のこの形が今すでにこう出来上がりましたね、はい。出来上がったんですけれども、えー、この王様がこっち側に行きたいんですよね、はい。こっち側に王様を入場させたいんですけれども角が邪魔してますよね。 ということで角を動かす必要があります。角、はい、を上がってま角、あ、をこちら側に角を配置します。そうするとま角、あ、がいなくなりましたので王様は入場できます。王様を寄って王様入るということでこれで櫓囲いが、えー、完成ということですね。でこの櫓囲いに今は、えー、とこの角ですね。はい、この角がくっついているっていうような状態ですね。はい 角、まあ、とか、まあ他の駒マくっついたとしても、えー、変わらず、えー、矢倉囲いというふうに呼びます。